豊田商事会長刺殺事件。私がいた時まだ18時ぐらいで、駆け出しの時に事務所は鍵は開けっぱなしにしてるんで、来るなら来いみたいな姿勢だったんですよ。本当に来てしまったんですね、相手の、まあ他組織の事務所に殴り込んできたと。拳銃を使ってればもうとっくに私も死んでたと思いますが、素手だったんですね。2人あるいは3人で、その時には組長と頭と私3人だけだったんですね。で、組長はソファーに座っております。頭と自分はちょっと遠い、入り口からは遠いところにいたんで、入ってきたと同時に組長をめがけて殴りかかったわけです。当然座ってる姿勢なんで防戦というかやられる。でもその瞬間に体が固まってしまって何もできないです。何も動けないです。もうはっきり言いますが、びっくりして足がすくんで声も出なきゃ動きも出ないですよ。自分の組長がやられてるにもかかわらずですよ。あの頭でさえも一瞬止まったんです。で、棒立ちしてる自分に対してハローって言うから、パッと我に返って、頭は喧嘩じゃないんで止めに入っても仕方ない、頭はそこから瞬間立ち去って何かのものを取りに行くわけです。一発二発ガンガン、三発目にガッシャンって割れた瞬間に相手が倒れ込んだ。そこにもう頭が来て、もうそこでとどめようって、とどめじゃなかったんですけど、という形でそこは終わっていくわけですよ。まあこれによって頭は長い懲役に行くんですけどね、身代わりで。はい、身代わりで行くんですけど、まあこれは他の回にするとして、こういうことがあった。その時に私は何にもできてない。なんで、そういうことをちょっと頭にね、入れといてから、このお話を聞いていただければな、っていうことです。豊田商事とは、現物まがい商法。実際は存在しない商品を販売し、その商品の運用、管理、保管などと称して、預かり証しか交付しない商法。ペーパー商法、オーナー商法などと言われる悪徳商法ですね。被害者に金の貯金をゴールドですね、を所有させている気にさせ、預かり証だけを発行して、実際に見せることなく利息だけを定期的に振り込み、まあ少ない金額ですね、利益を得ているかのように思わせていたということなんですね。トヨタ商事の名前は世界の自動車のトヨタの関連会社と勝手に勘違いしてもらえたらラッキーぐらいな気持ちで付けられた、実際はあのトヨタとは全く関係のない会社であったんですね。全国に60店舗も支店があり、社員は7500人とも言われていました。社員全員詐欺だと承知しながら働いていたこと、マニュアル本なども公開され、朝礼の様子などもテレビで報道された。その異様さや不気味さが詐欺集団の怖さを表していた。これね、天付き体操、ゴーレクよいしょ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 ってやるんですよ。これ関西にある少年刑務所で全く同じことや。なので懲役経験者あるいはその類の人たちがこの集団を率いていたっていうのは、私はもうこの映像を見て改めて見ましたけど、わかりますね。これってそんな普通の会社ではやらないですよ。天付き体操、ただスクワット上で上に万歳みたいなことをする天付き体操、天付き運動とか言いますよね。刑務所でやるやつなんですよこれ。もう今やってるかどうかわからないですけどね、当時はやってましたね。だって自分その後これかって思いましたもん。63年に刑務所行ってますからね、わかりますもん、これですよ。だからその少年刑務所を出た人間がやってるんですね。まあ当時使われたこのマニュアルが今でもその詐欺商法にそのまま受け継がれているという、絶対に契約できるコツ、契約するまで家を出てこんことですとか、恐ろしい悪徳営業指南テープというものが報道され、被害総額は2000億円とも言われています。被害者のほとんどは一人暮らしの高齢者や退職金や夫や妻からの保険金などをつぎ込んでいたということなんですね。全国中継でこの事件は報道陣に囲まれた長野の自宅に2人の男が現れ、タバコを吸いながら、兵庫県警来てんの?と報道陣に質問するところから始まった。え?おらんの?そう、ならちょっと乗いといてくれや。ちょっと会いに行くわ。と玄関をパイプ椅子でガンガンと叩きつけた。ガードマンは連絡を取るために階下に降りている間に、この男二人が通路に面したアルミサッシと窓柵とガラスを壊して中に入る。まあ本当に今とは全然作り方が違うんで、もうちょっと物理的に力を入れれば壊れちゃうようなものだったんですよね。で、この二人に関して私も改めてビデオを見ると、まあその筋の関係って言って見てもらって間違いないと思います。肩着の方たちではないです。肩たちって言い方おかしいですけど、喋り方雰囲気、片方の人、黒い方の服の人は喋ってない、ベージュの服の人の方がもう喋ってるんで、もうあれはヤクザモンの肩
だったってわか、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、喋り方とか雰囲気はヤクザモンの方です。で、全身13箇所を刺し殺害。その間、周りの報道陣は何が起きてるのかざわざわするだけで、誰も止めることも入ることもできる音声だけをこう拾い続けるということですね。殺害後、男2人が部屋から出てくると、おい、警察呼べよ。俺が犯人やと報道陣に伝え、インタビューに答えたり、タバコを吸うなどして駆けつけた警察官に現行犯で逮捕された。その後、救急車で運ばれた長野会長は出血多量で死亡。長野の所持金はたった711円だった。豊田商事で集めたお金はどこへ消えてしまったのか。この長野会長は口封じのために殺されたのではないかという憶測も流れたが、現行犯逮捕で本件は終了してしまい、他の謎や闇については触れられなかった。事件が起こり、近隣の住民を通じて通報され、兵庫県警が一手に捜査を担っていたことから、大阪府警は現場のマンションを警備してなかったっていうか、張り付いてなかったっていうことですね。この被害に会われたという言い方はね、あれですけど、この状態では被害者なので、被害者長野和夫という人物はどういう人かというと、1952年岐阜県生まれで、殺害された時にまあなんと32歳。中学を卒業後、集団就職でまあとある会社に入社するも、2年で退職、その後は転職を繰り返す。顧客の金に手をつけて解雇されたり、大垣競輪場のトイレで釣りを働いて逮捕されたこともある。この経歴から実業家とは程遠い。やっぱりそうなんですね。逮捕歴があるっていうことなんで、それで刑務所に行ったかどうかわからないですけど、まあそういう仲間は多かったっていうことですね。トヨタ商事で2000億円も集金し、ランボルギニーなど高級車を購入、自家用クルーザーまで保有するなど派手な生活をしていたが、顔を知られると殺されると社員や役員にもほとんど顔を合わせなかったという。彼はトヨタ商事の会長という役を担っていたが、実際に詐欺集団を育てた幹部たちやマニュアルを作成した人たちと長野には距離があるように思えますね。長野が殺害されたせいで詐欺の詳細は分からなくなってしまいましたが、おそらく何らかのグループ、刑務所を出たり入ったりした人間たちのグループが形成されて、たまたま会長という役を当てがわれただけで、本来のトップではないと思いますね。で、報道陣たちの動向、この事件の後、報道陣の取った行動が世間でも問題になったですね。なぜ誰も止めに入らなかったのかなどの批判も飛んだんです。これは映像を見てわかりますが、突然部屋に入り込み、たった90秒ですよの間に起こった犯行を止められるようなものではないと思います。私も言ったように、本当にあーっていうような感じなんで、この男二人が現れた時はオラーみたいじゃなくて、まあ普通にひょうひょうとした感じで報道陣に話しかける男、この喋り方でですね、まあ一般人ではないのはわかりますが、いわゆる普通っていうか、堂々としてるっていうか、まあ落ち着き、今から人を殺そうというふうには誰も思えないんですね。まさかこの後殺害事件が起きるなんていうふうに思った人はほとんどいないんですね。被害者の元上司という二人なんですが、金はいいから殺せ言われてきてんやみたいなことを言ってるんですけど、その関西弁の口調から本気には取れないんですよね。まあぶち殺すぞみたいな、殺すぞみたいなことを言ったって本当普通しないじゃないですか。で、まさか今大勢の目の前でそんなことをやろうなんて思わないで殺すなんて。後から映像を見返すと、入っていくときに刃渡り40センチぐらいのドスとか包丁みたいなものが言えますが、まあ後とかですよ、詳しいことはわからないんですが、スローモーションや一時停止とかにしないと確認できないほどの映像なんですよね。実際その場にいて、そこに目が行くかっていうふうには、なかなかちょっとさすがにこの報道陣の人たちがっていうのはちょっと酷なような気がしますね。まあ事件を後になって見てみれば、こうすればよかった、ああすればっていうふうに思いますが、あくまでも報道陣は一般人でありますから、刃物を持った男に立ち向かうっていうようなことは想定してませんし、訓練もしてないんで、実際ちょっと無理があるのかなっていうことなんですね。で、この犯人たちがちょっと言動が不思議なことは、これに対してもう要は報道陣に空気を入れられたみたいなことを再審請求してるんですが、まあ当然棄却されているっていうことなんですね。これまあ10年8年って量刑がまあ今で考えたら特段に軽いし、このまま追及されることもなく裁判を結審にして、まあ本人たちはそういうふうには言ってますが、終わり方としてはこれ何だったんだろうか。本当に被害者の人たちに
言われたからっていうふうには誰ももう今でも思うんですが信じれるようなものではない